やっと念願の夢が叶ってこちらに来たんですけれども、2人の子供がいて、まず子供を学校に入れることが一番だ。안녕하세요저는한국에서온남양숙이라고하고요저는2년전에이제코로나를보내서기타분들한테신발났던이곳에온이후저는새로운저에게도또새로운영어를공부할수있는기회가생겼다고생각합니다처음에왔을때는제가영어도못하고또주변환경도너무낯설고한국에서너무먼곳으로왔기때문에많이불안했었는데요이곳에계신분들많은분들이또이곳에이민을와서저의이름은임경숙이고요저는한국에서왔습니다저는지금어덜트러닝센터에서영어를배우고있습니다